川崎 Z750 は川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが発売した輸出市場向けのオートバイである。2003年にデビューした水冷エンジンの Z1000 のシリーズモデルで多くのパーツを共有する。Z750 は2003年のミラノ賞で発表され2004年モデルとして発売された。Z1000 の基本構成をそのまま受け継ぎ、 エンジンも Z1000 をベースにボアダウンしたものを搭載する。基本的な構成を共通とする異なる排気量のモデルの設定は Z1 と Z2 に代表されるように過去においても多く行われてきたが、これまでの場合は日本国外と国内の排気量クラスの違いによってベースモデルの排気量を落として国内モデルを設定するというパターンが多かったのに対し、 Z750 は Z1000 と同じ市場に向けて設定されているという点で特徴的でそのためか排気量以外にも様々な仕様の違いが見られる。主な違いとしてはなどがある。販売戦略上 Z1000 よりも低い価格設定が求められたと考えられコストダウンのための仕様変更と思われるものの多いが集合マフラーの採用はコストダウン以外にも 重量の軽減やエンジンの出力向上にも寄与していると考えられ、スペック上の最大出力の差はさほど大きくない。Z1000 と同様、日本仕様の設定はない。マーケティングコードは ZR750J1。カラーバリエーションはオリエンタルブルー、サンビームレッド、エボニーの3色。マーケティングコードは ZR750J2。 カラーバリエーションは、キャンディプラズマブルー、メタリックファントムシルバー、エボニーの3色。Z750S はシリーズのバリエーションモデルとして、インターモトミュンヘン2004で発表され、2005年モデルとして発売された。ハーフカウルを装着したことが最大の特徴で、他にもタンデム部分と一体化されたシートへの変更、クワガタムシの角を連想させる。 グラブバーの追加など、長距離ツーリングやタンデム走行のより幅広い用途を想定した仕様となっている。装備の追加により若干の重量増加となったが、エンジン出力など、主要スペックは、Z750 と同じである。オーソドックスなデザインのハーフカウルと一体型シートのため、Z750 に見られたデザインの悪の強さは弱められ、より万人向けのイメージとなった。 ハーフカウルは、スタイル優先の小ぶりなもので、十分な風防効果が得られるとは言い難い。販売状況がかんばしくなかったためか、2007年に Z750 がフルモデルチェンジを受けた際には、Z750S は設定されず、実質2年のみという極めて短命のモデルとなった。日本仕様の設定はない。2005年モデルマーケティングコードは、 ZR750K1。カラーバリエーションは、メタリックスパークブラック、キャンディプラズマブルー、パールマグマレットの3色。2006年モデルマーケティングコードは、ZR750K6 回。カラーバリエーションは、キャンディフラットロープラズマブルー、ギャラクシーシルバータイプに、メタリックスパークブラックの3色。他のすべてのカラーは、 ハーフカウルの中央部分の色が黒となるが、2006年に設定されたキャンディフラットロープラズマブルーのみ、黒でなく、ボディと同色のつや消しの青となり、他のカラーと印象が大きく異なっている。主要諸言に変更はない。2007年モデルマーケティングコードは、ZR750K7 回。Z750 がフルモデルチェンジで新型となったが、 Z750S は従来仕様で継続販売された。カラーバリエーションはエボニー一色のみ3年通しての黒だが2年間継続されたメタリックスパークブラックではなくエボニーとなっている。主要諸元に変更はない。Z1000 のフルモデルチェンジに合わせて2007年モデルとして発売。I 型は z 1から一年遅れての発売であったが2型は 同時の登場となった。ただし、新型 z 線が発表されたインターモト2006には出品されていない。I 型と同様に、z 線と多くのパーツを共用するものの、ビキニカウルや集合マフラー、ラジエーターカバー等の仕様が異なる。フロントホークは、倒立式が採用され、z 線と共通となった。z 線がモデルチェンジ時に、 最大出力や最大トルクを若干向上させたのに、対して、Z750 では逆にスペック上の数値は低くなっている。ハイガスや、騒音規制への対応が難しかったことや Z1000、との住み分けのための差別化などが理由としては、考えられるが、詳細は不明。引き続き日本仕様の設定はない2007年、モデルマーケティングコードは、ZR750 リットル7回。 カラーバリエーションはアトミックシルバー、エボニーの2色。2008年モデルマーケティングコードは ZR750 リットル8回。カラーバリエーションはパールワイルドファイアオレンジ、メタリックオーシャンブルーの2色。主要諸元に変更はない。Z750R はシリーズの新たなバリエーションモデルとして2010年10月に開催されたインターモトで発表された。 フロントカウルや後方投下機のデザインなどが変更され、スイングアームやサスペンションに R 専用の部品が使用されている。なお ABS モデルも同時発表された。2012年9月17日に Z800 のティーザーサイトを公開し、同年10月2日の発表された。日本には正規未導入。2012.10に Z800 アンリーシュと、 ありがとうございます。